チェコノビッチ先生はどうしてリナさんと仲が悪いんですか？誰がセコノビッチだ。あとは世の中には気に食わん奴の一人や二人はいるもんだろ。ああ、生理的に無理って感じのです。そういうことにしておけばいい。リナさんとお友達してるシーンを探してみたんですけど、全くなかったんですよね。セコビッチ先生、痩せるトレーニングはありませんか？間食をするな。晩飯の後にケーキを食うな。やめて、それ以上は。風呂上がりにアイスの蓋まで舐めるな。どうして私の行動が全て読まれて。家畜の行動なんて似たり寄ったりだろ。家畜って言うな。だったらセコビッチ言うな。くだらねえもん見せるんじゃねえよ。それよりカウントダウンするんだろ。君の隣で恋してる、ザ・リスペクティブ・ハピネス、発売まであと4日だ。これでいいんだろ。じゃあな。お前のおかげでゆかりはよく笑うようになった。感謝してる。ありがとな。ゆかりんが笑うようになったのは私の力じゃなくてセコビッチ君の。俺もゆかりもお前には感謝してるから。